どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、詰碁講座でも哲学講座でもなくてね、なんとなんとビッグなとても大事なお知らせをさせてください。いやもうこれ絵からしてね、ダダンとね迫力があるわけですけども、なんと今回囲碁初心者級位者大歓迎棋聖戦世界一親切なプレミアム観戦企画ということで、いやすごい企画来ました。これ今現在ねクラウドファンディングの方に立ち上がったわけですけども、まあ、今回一力遼棋聖対芝野虎丸名人の第47期棋聖戦が年明けから始まります。それに関する超プレミアム観戦企画になるわけですけども、いやーすごいですよ。まさかね、そう、そんなとこにね藤森が何を関係するんだいって思うかもしれませんけども、まさか夢にも思ってなかったんですけども、携わることができております。まあ慌てずにねちょっと下の方を見てまいりましょう。さあこちらです。一力遼棋聖と芝野虎丸挑戦者を同じ宿で応援しようということで、箱根花月園ホテル対局の2泊3日超プレミアム観戦企画への参加者を人数限定で募集しますということで、いやーこれね、しかもね超限定たったの10名になるわけなんですけども、まあこのプレミアム企画何がすごいか、ここがすごいって書いてますんでね、読んでいきましょう。対局前夜記念食事会に出席、一力芝野両棋士が目の前にということで、いや食事が喉を通らないなんてね心配もあるかもしれませんけども、食事の前にですね両棋士の決意表明が聞けたりとか、まあもちろんねこの棋聖戦タイトル戦を運営するにあたって棋士の先生方はね、何も対局者だけではありません、立会人の方がいたり、記録係がいたり、新聞解説の方がいたり、 YouTube 解説の方がいたり、まあ様々な記事の方がいるんですけども、そういった先生方のちょっとお話聞きつつ、その後にまあ食事も食べていこう、皆さんと食べていこうということで、まあ、対局者の方々はねさすがに食事は、各自実質でということになるんですけども、本来であればこれね、関係者しか入れなかった、まあ、対局前夜の食事会になるんですけども、今回ここに参加者の方は一緒にね食べられるよということで、そして次にですね対局の休憩時間中に対局室を見学ということで、まあまさにね、2人の先生が打っているその部屋を生で見ることができるということで、もちろん対局の邪魔にならないように空いてる時間、休憩時間中にそそそっとね見させていただくということになるんですけども、こちらも楽しみ。そして別室で木部夏樹三段の指導碁ということで、まあ、対局ねずっと見てるってわけにはもちろんいきませんので、まあ、指導碁を打ったりそういった時間もありますよということで、まあ、ベッキーの電波塔でおなじみ、この間ねライブ配信にも出ていただきましたけども、木部先生が指導碁もしてくださるよということで、4番そして人気囲碁 YouTuber 藤森俊樹さんも登場。出た、私、なんと私も一緒に行けるんですということで、これね、まあ、今回このように動画にさせていただいてるんですけども、今回ね読売さんとこういろいろなね事前にお話をしながら、まあ、このような会をね企画させていただきまして、私も一緒に行けるということで、もうまさに感謝感激ということで、ぜひともね普段このチャンネル見てる方ともね一緒に旅行会なんかできたらね、私個人的にもすごく嬉しいので、ぜひねこのように紹介させていただいております。そして5番、よくわかる盤面解説、少人数制でみっちり解説、初心者級位者大歓迎ということで、いやこれもね、まあ、今回たったの10名です。先着10名の方の、申し込みということで、まあ、その分かなり濃い交流、そしてそれぞれの記録に合った、まあ、カスタマイズされた会ができるんじゃないかなと、そんな風にも思っております。そして6番、昼食は2回とも棋士と同じメニューの勝負飯ということで、両先生方がね、食べる勝負飯を一緒に食べれるよと。まあもちろんこれねアレルギーとかそういったことがある方はね全然ご相談いただけたらと思うんですけども、基本的に先生たちと同じ気分で勝負飯を食べることもできますよと。そして7番、限定記念グッズのお土産もありますよということで、まあここでしか手に入らない記念グッズもありますというところなんですね。いやーこれねすごいですよ。まあその他ねもう本当に魅力を語り出したらキリがないというところではあるんですけども、ちょっとね、概要欄にこれリンクも貼ってありますんで、そちらの方ご確認いただけたらと思います。さあ最後に日程ですけども、1月19日木曜日から21日の2泊3日お一人様8万円で計6食付きということで、まあまさにねプレミアムな企画で、決してねまあ お安い値段ではないんですけども、ただこれはね、お値段だけ見たらそうなんですけども、その、まあ、なんですか、満足度で言えば、かなり自信を持っておすすめできる、まあ、一生涯それこそ自慢できると言ってもいいね、一つ企画になるんじゃないかなと思います。まあ、特にね、一力先生、
芝野虎丸先生のこのファンの皆様にとってはこれ以上ない贅を尽くした宿泊になるんじゃないのかなと思います。ということで、まあ、今回はですね、まあ、本当に喋り出したらこれキリがないぐらいね喋りたいわけですけども、ぜひね、あの詳細は概要欄で見ていただいた方がいいと思いますので、そちらチェックしてみてください。ということで今回はねこちらの方ご紹介させていただいたわけですけども、あと最後にですね、一応言っておかなければいけないところとしましては、ここのようなご飯も美味しそうですね。これいろんな記念品とかね、もういろいろ書いてあります。で、最後にこれね、このプログラムは、10名までで募集終了ということと、あとは参加人数が6人に満たなかった場合は、開催中止となってしまいます。ですので、まあ、クラウドファンディングですから、ある程度の成果が出なければ開催されないということで、私もこんな機会はですね、まあ、そうそうもらえるものではありません。ぜひともですね、参加してもいいよという方、お力貸していただけると、私個人的にも非常にありがたく思っております。ということで、私もね、皆さんと交流できるものも非常に楽しみなので、ぜひぜひお時間を合う方、ご検討いただければ幸いです。ということで、じゃあ今回はね、ちょっとお知らせだけで申し訳なかったんですけども、このような形でやらせていただきました。ということで、ぜひぜひご検討お願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ね、いろいろな動画を上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価、よろしくお願いいたします。いやー嬉しい。本当にね、こういった会に関われるっていうのはね、棋聖戦ですからね、これなんといってもね、いやーぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。